花咲くいろはは P.A. ワークス制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品及びこれを原作としたメディアミックス作品。テレビアニメは2011年4月から9月まで放送された。公式略称は花色で制作委員会名にもこの名が使われている。後に制作されたサクラクエストから逆算し、 P.A.Works のお仕事シリーズの第一弾に相当する。原案及びアニメーション制作の P.A.Works にとっては単独制作したアニメとしては今作が初の完全オリジナル作品となった。なお、アニメは平成23年度文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品に選ばれている。テレビアニメ作品放送終了後に 2012年内に新作映像が放送されることが発表されていたが、同年3月22日に公式サイトにて、正式タイトルが、花咲いろはホームスイートホームに決まり、同年5月21日には、劇場版として公開されることが発表された。2013年3月9日に、石川県にて、先行公開、同年3月30日より、 全国公開が開始された。本作で描かれた、ボンボリ祭りは、舞台モデルとなった金沢市湯温泉にいて、現実の祭りとして、毎年秋に開催されるようになっている。本作は、PA ワークス10周年記念アニメーション作品と、銘打たれている。2010年12月5日に、石川県金沢市の金沢21世紀美術館で、制作発表が行われ、 2011年春に放映の予定であるとの発表がなされた。監督は PA ワークスで経営源を手掛けた安藤正宏が務める。本編に先駆けて月刊ガンガンジョーカーにて千田守人の作画による漫画版が連載されている。また来日する外国人観光客向けフリーペーパー、あとジャパンの2011年3月号のアニメの 記事にも紹介されている。東京育ちの女子高校生、まさき糸口花は、ある日、母のさつきから借金を作った恋人と、夜逃げすると言われる。糸口花はさつきに渡された住所を頼りに、石川県の湯の詐欺温泉街にある旅館の寄水槽に、身を寄せる。寄水槽の女将で祖母の40万水は、孫の糸口花に、旅館で働くよう言いつける。 糸口花は住み込みのアルバイトの中居見習いとして働きながら学校に通うことになる。奇水草は水が今は亡き夫と作り上げた旅館であった。水は祖母ではなく女将として孫の糸口花に厳しく指導する。糸口花は個性的な従業員たちをはじめとする様々な人々の間で経験を積み重ね成長を遂げてゆく。 スイの息子の40万円は、経営を立て直すために、コンサルタントの川尻高子とあれこれ策を練るが、常連客との信用を積み重ねてきたスイと対立する。右与曲折の末、縁と高子は、寄水層で、結婚式を挙げ、従業員やスイの祝福を受ける。式の後、スイは、寄水層を占めると宣言。その直後、さつきが、雑誌に書いたコラムをきっかけに、 寄水槽に予約が殺到するが、ボンボリ祭りを控え、水はこれ以上予約を入れないよう厳命する。従業員たちは、寄水槽継続のため無理して、客を迎えるが、その結果いつものもてなしができなくなり、従業員同士もトラブルが起きる。水が臨時の中井となり、祭りの日を乗り切った一同は、夜のボンボリ祭りに参加する。祭りの後の送別会で、園は、 奇水槽を再建すると決意し、従業員たちも再開を誓う。奇水槽は閉館となったが、建物は歴史的建造物として保存されることになった。糸口花は母のいる東京に戻り、従業員たちもそれぞれの道を進む。キャラクター原案を手掛けた、岸田メルは、この企画を最初に、PA ワークス社長の堀川賢治と、 プロデュース会社、インフィニット社長の永谷隆之に説明されたとき、P.A. ワークス発の元受け制作作品であり、同じく、北陸地方が舞台となった、トゥルー・ティアーズを引き合いに出しも関与今度は、情熱と青春をテーマに制作したいと言われたという。岸田は見せられたプロットから、昼、ドラや朝の連続ドラマシリーズのような印象があり、これは、 かなり面白くなりそうと感じたと振り返り、また、キャラクターデザインにおいては、いわゆるアニメ的な個性や特徴がなくてもいいと語られたことが魅力的だったと話す。またシリーズ構成、脚本を担当した岡田マロザとは、堀川から、この企画を、仕事を題材にしたオリジナル作品、PA ワークスの若いスタッフたちが、 仕事を楽しいと思えるようになるアニメを作りたいと説明され、そのハードルの高さに最初は気遅れしたという。しかし、私はこれから先、こういう出発点のアニメをやらせてもらえることはあるんだろうかと思い、最終的に引き受けることにした。湯の詐欺駅の駅名表西側に駅の七尾方面に特設された。赤サビが浮き、ひなびて、 見えるのは演出であり、古仕立てを施した新品である。舞台背景では、現実世界との絡みに主眼を置いて、作品を解説し、物語の舞台では、劇中の舞台を、主として解説する。石川県にある、架空の温泉街、湯の詐欺温泉街が、主な舞台となる地域であり、湯湯温泉観光協会をはじめ、 石川県や金沢市、金沢美術工芸大学、地元企業であるのと、鉄道や三岡自動車などが、取材協力をしている。また、主要部隊である喫水槽の最寄り駅として登場し、物語上重要な位置を占める、湯の下駅は、能登鉄道七尾線の西岸駅をモデルとしており、西岸駅には、放送開始後間もない4月29日、 湯の射撃の駅名表が設置された。重ねて、7月23日からアニメ、放送終了直後の時期までの間、主要登場人物5名の担当声優陣による特別車内アナウンスサービスが、7尾穴見図鑑で施行された。また、ヘッドマーク付き列車も運行された。その後、2012年3月24日から NT201 号車を、 使用したラッピング列車が運行を開始し、同時に新記録音のオリジナル車内放送が復活した。これらのオリジナル車内放送を収録した CD などの限定グッズが穴水駅構内売店で販売されている。また、2012年10月7日、8日には貸し切り列車、急行優の詐欺が運行され、専用ヘッドマークをつけて運行された。特に、 8日には一般利用客にも開放され、旧バージョンの車内アナウンスや乗車記念品配布も行われた。さらに劇場版の石川県線公開に合わせて NT202 号車に新ラッピングが施され、同30日からは新バージョンの車内アナウンスが放送されている。2014年8月1日からはラッピング列車第3弾として、 同じ北陸地方を舞台にした PA ワークスオリジナルアニメトゥルーティアーズ及びグラスリップとのコラボラッピングを施した NT203 号車を2014年8月1日より運行を開始した一方、初代ラッピング車両である NT201 号車は同年10月13日限りで運行終了した2016年10月8日にはのと鉄道フェスティバル2016に合わせて 第3弾、花咲色原ラッピング車両運行開始が、NT204 号車でなされ、新グッズ販売を、穴水駅隣接の穴水町物産館式、彩りにてを、販売開始した。同年10月10日には、NT202.203204 号車の三両連結で、唯一の運転がなされた。NT203 号車については、ラッピング運行を、 翌日11日朝に終了している。登場人物の名字には、石川県の地域名である、輪島、お清水、和倉や金沢市の地域名である、40万屋、戸賀市が使用されている。ゆうゆぼんぼり祭り第2回ぼんぼり祭りでの神僧の儀の様子、第2回ぼんぼり祭りでの望み札炊き上げの様子、北鉄バスゆう温泉バス停に設置された、 湯の詐欺温泉バス停標識レプリカ、穴水駅にて、花咲くろは初代ラッピング車両化切り列車、急行湯の詐欺が、西岸駅にて、湯の詐欺の駅名標と並んで停車している、様子物語の時代については言及されていないものの、放送年と同じであることは、登場人物の青年月日と年齢の整合性から、確かめられる。声は、担当声優を意味する。 特に重要な登場人物は、同学年で、同じ旅館の従業員同士でもある女子、高校生たちで、メインヒロインを含む3名。ついで、同学年で、ライバル旅館のお嬢様でもある女子高校生、ワクラケがいる。さらに、この4名に加えて、中屋玉の和島智恵が5人目として、PR やグッズ展開等で扱われる例が多い。湯の詐欺温泉街にある、 温泉旅館、気水槽で働く人々。読売テレビ、中京テレビにおいては、提供クレジットを糸口花役の伊藤かなえが担当している。放送構成も、A パートと B パートの間以外には CM が入っていない。ネット3では、コピープロテクト非対応で、再放送は、日曜の同時間帯にも、放送枠が拡大され、週2回放送。 キッズステーションにて2013年9月2日22時30分から平日日替わりで再放送。2011年7月より毎月1巻ポニーキャニオンから発売された。すべてランティスより発売。有料アプリこのほか、各社より着せ替えテーマなどが FPO、SPO に配信された。無料アプリ単行本ボンボリラジオ花色放送局は 2011年4月8日から9月30日まで、響きラジオステーションと、インターネットラジオステーション温泉で配信されていた、ラジオ番組。12月16日に特別会が配信された。ガンガンオンラインで配信された。劇場版バナバ作ロハホームスウィートホームのタイトルで、2013年3月9日より、石川県内の4劇場で、先行公開。 同年3月30日より全国公開。メインスタッフと担当声優はテレビシリーズと共通。キャッチコピーは私もっと輝きたいんです。内容は完全新作でボンボリ祭りより少し前の秋の数日の出来事が描かれる。テレビアニメ花咲いろは放送10周年を記念し行われた期間限定無料配信企画の一環として テレビ版に続き、本作品も、YouTube の株式会社インフィニットオフィシャルチャンネルにて2021年10月3日から10月10日まで、期間限定無料配信された。秋深まったある日、奇水素に血明がお上修行にやってくる。糸口花は、血明が散らかした荷物から、豆じいの業務日誌を見つける。そこには、高校生時代の母親、さつきが遂に反発し、 東京に進学を決めたこと、登留していたカメラマンと親しくなったことが書かれていた。物語は、サツキと糸口花の時代を行き来しながら進行する。電力会社工事のトラブルで、気水槽は停電する。さらに、サイコの妹、マナが、弟の友也と喧嘩して家でする。いに促され、糸口花は、サイコとマナを捜索しデパートの屋上遊園地で、発見する。 夜の喫水槽に戻ると、血命のアイデアでろうそくを灯すキャンドルナイトになっており、宿泊客からも好評だった。タミコは遠足に行くマナの弁当を作り、翌朝届ける。サツキは亡き夫の写真展を企画していた。なんと金沢線には、何ん市に、本社のある、アニメーション制作会社 PA ワークスが制作し、両都市に、ゆかりのある、 アニメ作品のデザインされた専用車で運行されている、インターネットラジオ関連コミカライズ関連タイアップ、関連下作、イロハグリーンガールズグラフィティに関するカテゴリー、劇場版ナ咲くイロハホームスウィートホームに関する、カテゴリー。ありがとうございます。